ジェイミー・ハンプトンはアメリカの女子プロテニス選手。現時点ではまだ WTA ツアーでシングルス・ダブルスともに優勝はない。身長 173cm、体重 68kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス24位、ダブルス74位。父親の仕事の関係で、 ドイツのフランクフルトアムマインで生まれる。母親は韓国人である。8歳からテニスを始める。アマチュア時代の2006年全米オープン、2007年全米オープン、2008年全米オープンでは主催者推薦でダブルスに出場している。2009年にプロに転校。2010年全米オープンで4大大会のシングルスに初出場した。 2011年9月のベルチャレンジでは、アンナタチシビリと組んだダブルスで準優勝した。2012年全豪オープンでは予選を勝ち上がり1回戦で、マンディミネラを6から1、6から1で破り4大大会シングルスで、初勝利を挙げた。2回戦で第4シードのマリア・シャラポワに0から6、1から6で完敗した。ウィンブルドンでは、第28シードのダニエラ・ハンチュコバを6から4。 7から6で破り、初戦を突破した。9月のトーレパンパシフィックオープンでも、予選を突破し2回戦で、カイア・カネピオ5から7、6から2、6から3で破り大会初出場で3回戦まで、進出した。2013年前後オープンでは3回戦で、ビクトリア・アザレンカに破れた。全仏オープンでは3回戦で、世界ランキング7位のペトラ・クビトバを6から1、 7から6で破り4大大会で初めて4回戦に進出した。4回戦でエレーナ・ヤンコビッチに0から6、2から6で破れた。イーストボーン大会では予選から勝ち上がり初めてシングルスの決勝に進出した。決勝ではエレーナ・ベスニナに2、6、1、6で破れ初優勝を逃した。2013年7月29日付のランキングで自己最高の24位を記録している。 ハンプトンは2014年1月の ASB、クラシックを最後に公式戦出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。